ポンタルリエは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ドゥー圏のコミューン。オードゥー地方の商業、文化、観光の中心地で、標高800メートルを超えるポンタルリエは、ブザンソンに次いで2番目に、国内で標高の高い場所にあるコミューンである。県の中央部東寄りにあるポンタルリエは、スイス国境から20キロメートルほどしか離れていない。 ブザンソンの南東約6 0トルの場所にある。ダルモン山の麓の高原に位置し、ドゥー川が流れる。ポンタルリエ駅には、パリ・ベルン間を走る TGV が毎日、往復停車する。ポンタルリエ飛行場は、コミューン西部にある。16世紀に描かれた、ポンタルリエホテルドビル前の通り、ローマ時代に書かれた、アントニヌス旅行記によれば、ウルワトエ・ソンティオの中間に、アリオリカがあり、 これがポンタルリエのこととされる。またアブロリカとも呼ばれた。ローマ時代に記された旅行キタブラペウティンゲリアナによればアリアーリカ、アリオレッカ、またはアブイリカと呼ばれていた。ガリア語ではアリオリカとは崖の前の土地を意味するが湿地を意味するディラズに由来するとされる。中世のポンタルリエは南北ヨーロッパをつなぐ貿易の軸上にあった。以降、 ポンタルリエは、対スイス国境の商業中心地であった。ポンタルリエから5キロメートル離れた住居国は、古代より、ジュラ山脈を越える、最初の峠であった。オードゥ地方の他コミ運動用、ポンタルリエは10年戦争において、フランスの侵略を受けなかった。1639年1月には占領され、略奪を受けた。ポンタルリエは1915年に禁止されるまで、 アブサン種の一大生産地であった。アブサンの中心地のように見なされてきた。第二次世界大戦中ドイツに占領され、解放されたのは1944年9月であった。ありがとうございます。